インテル8386、インテル8386、または i386 は、インテルの32ビットマイクロプロセッサである。1985年10月に発表され、X86 アーキテクチャを32ビットに拡張し、レジスタを強化した。インテルが現在使用している名称は、インテル386プロセッサである。 互換 CPU にも386の型番が付くものがある。あとに IA-32 と呼ばれるインテルの32ビット CPU のベースとなる命令セットアーキテクチャはこの CPU で確定した。アーキテクチャとしての I386 については X86 よび IA-32 の項目も参照のこと。 1985年の発表当初の名称は、インテル8386であった。8386専用の数値演算。コプロセッサには8387がある。使用上は8287も接続できるが、そのためにはマシンが8287に対応する様に設計される必要がある。 1988年に 8386SX、SX はシンクル、ワード X ダーネル、つまり16ビット外部バスを意味するが8386シリーズに加わった際に、従来の32ビット外部バスのプロセッサには、区別するためにデラックスを付け、インテル8386デラックス、デラックスはダブル、ワード X ダーネル、 つまり3 2二ビット外部バスを意味すると解明した。また、インテルが8386からセカンドソースを廃止したため、AM386 などの互換プロセッサが出現し、その対策もあり、i386 デラックスと呼ばれるようになった数字だけでは商標として登録、保護できいため。ごく初期の製品では 32bit 演算が正しく行われない。 仮想86モードが動作しないという不具合があったが、当初は MS DOS などのソフトウェアが主流であり、8286と同様に主として高速な 8086V30 として使われていたために3 2ビット機能を使えなくても重大な支障はなかった。p c 九千八百シリーズ初の十二ビット機、p c 十八 x l に採用された例では、 3 2ビット機能がオプション扱いになっており、機能拡張プロセッサを購入して、CPU を交換することで3 2ビット機能を提供する仕様だが、機能拡張プロセッサは不具合が修正された8386、そののである。8386で採用された3 2ビット命令セットや仮想86モードはやがて多くの、 オペレーティングシステムで徐々に使われるようになっていった。また、ユニックス KOS である BSD が移植されて 386BSD となり、Linux の開発も8386上で開始された。プロテクトモードとリアルモードの2つの異なる動作モードを備える。8286では一旦、プロテクトモードに入ると、 リアルモードに戻すにはリセットが必要であったのに対し、8386ではリアルモードとプロテクトモードを行き来することができる。また、プロテクトモード上で複数の8086を仮想的に動作させる仮想86モードが追加された。反用レジスタは32ビットに拡張された。32ビットレジスタは EX。 えしのように従来の16ビットレジスタ名に E を付けて呼ばれる。従来の16ビットレジスタに上位16ビットを拡張した形で用意されており、下位16ビットは従来通りの16ビット、8ビットレジスタとしてもアクセスできる。上位16ビットのみを独立した16ビットレジスタとして使用することはできない。セグメントレジスタは従来の CS、DS、 ES、SS の4個に FS、GS が追加された。プロテクトモード上では、セグメントレジスタは、単に、セグメントアドレスを格納するのではなく、メモリ上のセグメントディスクプリタを指すためのセレクターとなっており、レジスタサイズは16ビットのままである。既存の命令が32ビット演算に対応したほか、多くの新命令が追加された。レジスタの直行性が増し、 従来、AX は演算用、SIDI はメモリ操作用など、用途別に対応命令が細かく分化していた。AX、EBIX、EX、EDIX、EVIP、ESP、e s i EDI 合計8個の汎用レジスタがほぼ均等に扱えるようになり、コンパイラ言語への対応が容易になった。レジスタ及び命令の拡張は CPU のモードとは、 独立したもので、プロテクトモードリアルモードの別なく、使用可能である。したがって、リアルモードでも32ビットプロセッサとして動作し32ビット幅レジスタやデータを扱えるが、64キロバイトを超えるアクセスを実行すると、一般保護例外が発生する。また、ハードウェアによるデバッグ支援機能が追加され、DR0 から DR7 のデバッグレジスタを備える。 3 2ビット化に合わせて論理、物理アドレス空間も 4GB、3 2ビットに拡張され、セグメントサイズも最大 4GB に拡張された。したがって、セグメント機構のないプロセッサ同様のフラットメモリモデル、リニアメモリモデルで全メモリ空間が使用可能である。また可変調のセグメントに加えて固定調のページ単位によるメモリ管理も追加され、 近代的な OS の実装が容易になった。X86 アーキテクチャ CPU としては、複数の並列ステージ、インテル386では6ステージを持つ、最初のインテルアーキテクチャプロセッサとなった、初めてのパイプラインではないことに中。8286は8386と同じ4段パイプライン構成。 8386のパイプラインは4段で構成されている。命令の実行はすべてマイクロコードで実現されており、複数サイクルの時間を要する。また、複雑な命令の場合はデコードで、所要サイクルが増加した。8386では、後の CP と命令と同様のプロセッサシグニチャという概念が導入されたものの、まだ CP と命令そのものはなく、インテルは、 フラグレジスタを使った CPU 判別方法を紹介している。8386と8486以降を区別する方法としては、8486で追加された AC ビットの存在が利用できる。コディチェ1とコディチェ2で読み書きできる32ビット分のフラグのうち、第18ビットが該当し、これを変更できれば8486以上。 変更できなければ8386系の CPU であると判断できる。ただし32ビット分のフラグレジスタへのアクセス命令は16ビット CPU には存在しないので、これに先立ち8286以前か8386以降かをあらかじめ判別しておく必要がある。詳細はインテル8286を参照。また、 リセット直後のエディックスレジスタには、後の CP との EX イコール1に相当する CPU の識別情報、プロセッサシグニチャが格納されるようになったため、これが利用できる状況ならば、それを使うことできる CP とも参照。ただし8386のプロセッサシグニチャは8486以降や CP と命令とは定義に少々違いがあり。 8386では、プロセッサタイプが4ビット分使われている。ファミリーは4ビットで同じだが、モデル番号に相当する4ビットはメジャー、ステッピングと呼ばれ、ステッピング ID に相当する4ビットはマイナー、ステッピングと呼ばれる。なお、上位16ビットは全て予約ビットとなっており、拡張ファミリーと拡張モデルは利用できない。 開発コード名 PQ、命令セットは8386と互換性があるが、外部アドレス幅を24ビット、外部データバスを16ビット幅に縮小し、システムをほとんど使用変更せずに CPU 換装を可能として、当時急速にシェアを拡大しつつあった。AMD ナノセカンドソース版8286、特にインテルが提供していなかった 16MHz 版。 アム8286などの高クロック、周波数動作対応モデルを市場から駆逐することを念頭に置いて設計された CPU である。特にメモリのバス幅が狭いことからプロテクトモードの利用は性能の低下が激しかったが、それでもこの CPU を採用することで PC メーカーは従来の8286マシンをわずかな。 手直しを施すだけで32ビットマシンとして販売することが可能となり、またユーザー側にも Microsoft Windows 3.1日本語版の動作が可能になる、あるいは口述するように DOS 環境でも 1MB 以上のメモリ空間マッピングされるプロテクトモード多様増設メモリ、XMS メモリを仮想86モードの下で EMS メモリとして割り当てて使用可能となるなど、 8286使用時と比較してメモリ利用の自由度が上がるいうメリットがあったため一時は広く普及した 8386SX をベースにシステムマネジメントモードを追加しサスペンドやレジューム機能などに対応させた CPU 現在のモバイル用 CPU の先駆けといえるまた日本電機がインテルに発注して製造された PC-9800 シリーズアーキテクチャ専用の CPU8386SL もある。8386SL には i386SL ロゴの下に PC-98 ロゴも入っており、PC-9800NEC と打刻されている。通常版には PC-9800NEC の代わりに ISA と打刻されている。 8376は、組み込み機器用のマイクロコントローラである。8386SX に基づいているものの、リアルモードを実装しておらず、ブート時から、プロテクトモードで動作する。8386EX は、フルスタティック設計の 8386SX コアとした組み込み機器用のマイクロコントローラ。クロック、システムマネージメント、 タイマーカウンター、ウォッチドッグタイマー、同期、非同期シリアル入出力、パラレル入出力、ドマコントローラ、DRAM リフレッシュ、JTAG 検査ロジックなどの周辺回路を混載し、フットプリントと消費電力とコストの低減を、図っている。386SL ベースの IBM 改良版。内部32ビット、外部データバス16ビットのまま、内蔵キャッシュ 8K を搭載。 IBM PS2 などに搭載。インテルは8386からセカンドソースを廃止したが、IBM はインテルとの提携により、8486までは製造ライセンスを持っていた。名称の C はキャッシュの略とも言われる。IBM 386SLC のダブルクロック版。例えば 386SLC2 から50。 25はベースクロック25メガヘルツ、内部クロック50メガヘルツで稼働する PSV などに搭載。IBM386SLC の改良版、内蔵キャッシュ 16K を搭載。内部32ビット、外部データバス16ビットのまま、内蔵キャッシュ 16K により 486SX と同レベルの性能を実現。センクパドなどに搭載。 名称より 486SX の IBM 改良版との誤解が多いが、コアは 386SL ベースである。IBM486SLC のダブルクロック版。内部3 2ビット、外部データバス1 6ビット、ダブルクロックのまま、内蔵キャッシュ 16K を搭載。PS、V、1000クッパドなどに搭載。 32bit CPU として登場したものの、当初の PC 市場には、その機能を活用できる OS は存在しておらず、単に高速な X86 CPU として、主に MS DOS 環境で使われる場合が多かった。その後、8386のアーキテクチャを前提として新たに開発された 32bitOS として OS に2.0や、 Windows NT が市場に登場するが、その頃にはすでに8486が登場しており、8386は回帰し向けで、外部16ビットバスの 386SX が主流となりつつあった。外部16ビットのシステムで32ビット OS を動かすには力不足が明白であり、結果的により高速なインテル486や、 ベンティアムプロセッサがその後を受け継ぐこととなった。MSDOS 環境における利点は、メモリマネージャーと呼ばれるソフト M386EE キシー等によって仮想86モードへと移行し、高速、高単位のプロテクトメモリを転用して EMS メモリをハードウェ EMS と同等、またはそれ以上の性能で実現できたことである。 しかしこれも本来の8386の機能、スペックからすると、中途半端な使い方であり、8386、本来の機能を活かし切るにはほど遠いものでった。また、仮想86モードの使用は、大アクセスなどの際にトラップを発生させ、その処理と復帰に、数十サイクル程度の時間を要するため、25、 メガヘルツや33メガヘルツの8386であっても、処理によっては12メガヘルツの8286と、大差ない状況や、場合によってはむしろを取るといった状況をも招いて、しまうこともあった。ただし、通常の演算処理やメモリ操作に関しては、CPU 及びメモリの駆動クロックの差が、実行性能に反映されるため、これは、都合の悪い処理を、 ピンポイント的に繰り返した際の話に過ぎない。8386用に改良された OS として一家が登場した。8386搭載 PC は高額とは言っても当時流星していたリスクアークステーション等よりは大幅に安価であったため、より大規模なシステムで利用されていた UNIX などの 32bitOS 環境をこれ。 安価なパーソナルコンピュータに移植する試みが8386の登場によって始められた。1988年には当時すでにスパークプロセッサーを搭載する3-4を製造販売していた3マイクロシステムズが UN386i と称する 3OS4.0 の386対応版を搭載するワークステーションを発表し、 低価格であるだけでなく、当時のスパーク搭載機では困難であった MSDOS 環境と 3OS 環境の共存を制限つきながら可能とするなど、当時のリスクプロセッサ搭載機にはない新しい機能についての提案を行った。その後、386BSD、後のフリーブスド及びネットブスドや Linux など、 今日の代表的な PC ユニックス系環境の移植やビルドが始められたが、その理由や動機は、8386の登場によって、パーソナルコンピュータがこれらの近代的な32ビットオペレーティングシステム環境を実現するだけの機能や性能を持ち得るに至ったからに、他ならない。8386で実装された32ビット命令。 後の IA-32 命令は登場から30年以上が経過したが上位互換を保った CPU がインテルから提供され続けているほか AMD、VIA が発売している X86 系の様々な互換 CPU においても継承され続けておりほとんどのパーソナルコンピュータと多くのサーバーで採用され続けている8386の命令アーキテクチャは 組み込みシステムで圧倒的なシェアを誇る ARM ア,アーキテクチャと並び、これまでに最も普及した命令アーキテクチャといえる。8386以降の IA-32 プロセッサでは、基本命令の追加はあまりなく、MM、MMX、S、S2、S3 などの深度命令の追加が主であった。5おさむき